あれ話してからはちょっと改めて、まあ、思い直したというか、なんかもう一度改めて考えたことがあったんだけど、あれをねどういう立場で自分が言ってたのかなって、まあ、振り返っててさ、まあ、自分は男でもないし女でもないっていう、そのただの一人の人間としてみたいなことで話してたんだけど、なんか結局は男も女もどっちも人間じゃんってなって、なんかもうちょっとそのなんだろう、いい言葉、なんか適切な言葉って言ってたなんかが欲しくて、なんかそれをねリリーに今日聞こうと思ったのよ、思ってそう話してみようかなと、聞いてみようかなと思って言ってんのね。で自分としてはその確かに男でもない女でもないって言ってたけど、その持ってるものは持ってるし、そのなんて男なんていうのかな、まあ、男も女も、まあ、持ってるしでも持ってないみたいな感覚なのね自分は、そのこれがみんなに当てはまるかって言われたら、なんか人それぞれその割合とかもその感覚も多分全然違う、本当に0、100の人もいると思うし、なんか50、50の人がいたりね、7、3みたいな人もいたり、結構本当になんか流動というかいつもこう違う人もいると思うから、なんかそういう中でなんか今あるその LGBTQ っていう言葉だけじゃなんか、なんか違う、それが違うなっていう、その前言った素地っていう考え方がもっと広まればいいないなとか、その言ってるのはその LGBTQ プラスっていう枠がね、なんか正直まあ最初自分はそうなのかなと思ってたんだけど、なんか次第に使ってそれを使って言ってたらなんか自分の中になんか違うな、なんか違うなっていうこう違和感みたいなのが生まれてね、なんか言い表せない、全部それをそれですって言い合わせなくて言葉が見つからなくて、そうだからなんか、まあ、ちょっとリリーに聞いてみようと思ったけど、その自分でずっとぐるぐる考えてるけど、なんかそういうのを別の視点の人から聞いた方がいいのかなと思って、今日はリリーに改めてね聞いてみようと思って、私は何だろう、小さい時それこそ小学校高学年ぐらいからっていうか誰しも一回は別の性別に憧れを持つ、あると思う、あると、だから男も女もないっていうのはすごいそれはそうだと思うから、みんなの中にそれがあると思う、だけどだからみんなの中女性でありたい、女性だから女性でありたいってそれが結びつく人もいるし、いやそうじゃなくてなんか今日は男っぽい格好をしたいっていうのが毎日続く人がいて、それが LGBTQ の人なのかなっていうふうに私は思ったんだけど、私だって毎日男の子っぽい格好をしてた時だったし、それで男の子になりたいかって聞かれたらそうじゃないけど、女っぽく見られたくないっていうのが、そういう考えってみんなの中にもあると思うから、普通なんじゃないかなって、意外とそういうふうに主張できる方が普通なんじゃないかっていうように思う最近。結局そのまあなんかそうリリーがさっき言ってたその誰しも違う、今の自分の性とは違う性になりみたいっていうのがあるっていう話、なんかそのなんていうの、もちろん確か最初の頃はもしかしたら憧れが強かったのかもしれなくて、なんか
それでさ、なんかそういう風にするとしたい、なりたいからなろうとするじゃん。でもなんか結局それをまあ不利なわけで、なんか不利だ不利だみたいな、なんて言うんだろう、男の不利っていうか、そうそうそう、だから私もその最初はそうだよね、小学校6年生の時はなんとか男の子っぽく見られたくて、髪の毛を短くしてスポーティーな格好をしたの。そう、なんかぽくぽくみたいな、なんか男っぽくとかさ、だから、まあ、これはもしかしたらそうじゃないのかもしれないんだけどね、私の友達っていうか私の知人関係で2人、りんちゃんみたいに男の子っぽくしたいとか、男の子みたいになりたい、男性だ自分はって思う子がいたんだけど、その2人はどっちももうホルモン打ったの、男性ホルモン打ったの。だから私はそれを見てると本当に男性になりたい人なんだなって思ったの。で、男性として接するし、でも女性の中にもあるし、だからみんなの中にどっちもの性別があって、だけどどっちかとして生きるか選択できるわけじゃん。でもどっちかって選択しなくてもいいわけじゃん。うん、そう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 、そう、だからその人は体ごと男の子になりたいし、声とかも低くなりたいと思ったからホルモンとかを打ったりとか、もう女性には戻れないよっていう風にしたわけ。その決意とかを見てるとすごいやっぱりすごいなって思った、その決意は。あ、なんかそう、僕またね、その人たちとは僕はねまた感覚が違うから、それも違うなっていうのも分かるから、うん、そうそう、あれだけど、まあそう、もちろんもう、なんだろう、男という男女男性女性っていう性になりたい、どちらかになりたいって思う人もいれば、なんかこう、まあ、中性とかさ、まあ、無性っていう言葉がまあ一応ある、そう、なんていうの、よく言うジェンダーレスっていうのだと中性的っていう意味合いだったり、まあ、無性っていう意味合いになったりはするけど、